こんにちは。今週のキックオフ宮崎は都城の社会人サッカーチームネクサス都城 FC を取材。選手自身が運営営業を行うチームをご紹介します。またテゲバジャール宮崎の新社長と新監督にインタビュー。今年のテゲバの動きを調査してきました。宮崎サッカーニュース。今回ご紹介するチームはネクサス都城 FC。 絆を合言葉に現在21名の選手が真剣にサッカーに取り組んでいます。早速お話を聞いてみたいのですが、FC ネクサス坂下と言います。よろしくお願いします。選手の肩書きが営業？これってどういうことなんでしょうか？営業というか、そういう形の人がいないので、選手をやりながら選手募集活動だったりスポンサーの対応だったりやってるっていうような形です。社会人サッカーは家庭と仕事と両立しながらやるので、モチベーションを維持しながら活動していくっていうのはやっぱすごく難しいんですけど、一番最年長組が先頭に立って人数が少ない時でもしっかり練習に参加して、誰よりも体を張ってチームの士気を高められるようにプレーしています。つながりを持って集まったチームなので、九州リーグに昇格できるように頑張りたいっていう目標があります。そしてチームを指導するこの方も、選手権代表監督の村山ひろとです。よろしくお願いします。中学校の時にセレッソ都城でキャプテンをしてて、この仲間と一緒にチームを立ち上げようということになったので、僕がやるっていうふうに監督をやるっていうのと、今学校の先生をしててサッカー部の方も指導しているので、それで監督をするっていう形になりました。試合に出ながら交代とかを考えたりするので、同時にいろんなことを考えるっていうのはすごく大変になります。大学サッカーを終わったり高校サッカーを終わったりした後に、もう一回熱くサッカーができる場所がこのネクサスでありたいなというふうに思っています。選手の皆さん自身で素敵なチームを作っているんですね。貴重なお話ありがとうございました。では早速ミニゲームにチャレンジしてもらいましょう。今回は古今東西リフティング対決。3対3の2チームに分かれ、リフティングをしながらお題に答えます。果たして勝利するチームはどちらなのか。ゲームスタートです。日本人のサッカー選手。本田圭佑。いいよいいよいいよ。香川真司。京都ヒル。ある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 うまい。1球目。ああ、いいね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 。ナイス。判断がいい。いや、ナイス。出てるけど。なんとここで同点。最後のお題は？坂下選手にここは直してほしいなみたいなところ。一個も出てこないかもしれないけど、いいですか？うるさい。背からし。背から。審判に切れる。優しい。ラストの答えには少し疑問が残りますが。オレンジチームの勝ち。悔しい。まあ僕たち先輩なんで、まだまだ後輩には負けるわけにはいかない。監督のいいところが出すぎて難しい。先日行われたテゲバジャール宮崎の新体制発表会。新たに多くの新加入選手スタッフが入り、
チームとして大きく変化します。東海学園大学から加入しました藤本圭司です。大卒らしくフレッシュにどんな状況も楽しみながら将来のために貢献していきたいと思います。よろしくお願いします。沖縄エスパーから加入した奈良篠馬です。このチームに加入するにあたって覚悟を決め責任を持ってこの宮崎の地に入りました。サポーターの皆様とより多くの喜びを共有できるように頑張ります。よろしくお願いします。他にも新ユニフォームのお披露目もあり、まもなく開幕するシーズンへ期待の高まる発表会となりました。自分はそのこういうユニフォームというのを今まで来たことなかったので、本当心機一転というか、まあ、今年こそ結果を残してチームで喜び合いたいなと思っています。開幕までおよそ1ヶ月、宮本新社長と大隈新監督にお話を伺いました。僕はもう自分が現役の時から来ていて30年以上前で、そこからずっと来てるんですよね、ほぼほぼ。これだけこう自分の生活圏と違う距離で毎年行くところはここしか、唯一のそういう場所であって、親近感を持ったまま来ました。気候がいいので、もうグラウンドに出た時の爽快感がやっぱり、横浜大阪とまた違いますので、たくさんのエネルギーをもらってるなという感じてます。まず伺ったのは宮本社長が思う育成と大隈監督が考えるトレーニングについてです。今、選手を育てるっていうことでいくと IDP って言って、その一人一人 の、 その選手を育てていくっていうような考え方っていうのがどんどんこう日本のサッカー界も入ってきてるんですね。で普通はそれはこうアカデミーのところをこう指す、指導のスタイルっていう形にこう捉えられることもあるんですけど、でも、今回それをトップチームから含めて全部、医療とチャレンジしていて、11人で戦っているように見えて、もしくは11人で練習しているように、まあ、試合をしているように見えて、その練習試合では11通りの課題があって、その11通りの課題に対してそれぞれを変化させていくっていうところをコーチングしていくっていうところにチャレンジしようとしています。まあ、厳しいって一言を聞くと、なんかたくさんボリュームがあってもうヘトヘトになるまでやらされるんじゃないかってイメージあると思うんですけども、あの高い水準で求めるっていうのを日常にしたいなっていうふうに思ってます。J3 の宮崎だからじゃあこのぐらいでいいやというわけではなくて、当然ながら J1 で求められているような、インテンシティだったりとか技術だったりとか、判断だったりとか、そういったものを我々はしっかりと求めていきますよっていうところが、厳しいトレーニングになるのかなっていうふうに思ってます。会見で気になった魚里選手のこの発言。自分も藤枝真由志を契約満了になって一番先にオファーをいただいたのがテグバジャール宮崎で、社長の宮本さんとお話しさせていただく中で、このチームでプレーすることが本当にワクワクしたので、このチームに選びました。たまたまあの選手は、特別で、中学3年生の時に、私と大隈がスカウトした選手だったんです。なのでその時にそのサッカーの世界に、誘った我々が張本人だったので、それが巡り巡って、そういうことになったから、まあ、サッカー選手として成功したかったらここしかないんだよ、ね。最後にファンサポーターに向けて大隈新監督からメッセージをいただきました。まあ、開幕まで1ヶ月半近くあります。しっかりとこう勝てる準備をしてですね、魅力あるサッカーを展開して、まあ、何度もスタジアムに足を運びたいなというふうに思ってもらえるように、頑張りたいなというふうに思います。ぜひともスタジアムに来て応援していただけたらなというふうに思います。
テゲバジャーロ宮崎は宮崎八幡宮で1月22日月曜日、2024シーズンの必勝祈願参拝を行います。一般のお客様も選手が参拝する様子をご覧になれます。詳しくはテゲバのホームページをチェック。教えてテゲバにチャレンジしてくれたのは小玉健生くん9歳。それではレッツトライ。うわ、お見事。思わずお父さんも驚くナイスキック。引き続き皆さんの挑戦待ってます。来週はテゲバジャーロの始動日を取材、新加入の選手へ直撃リポートも行いました。新加入のオーブ選手です。